ちょっとじゃあ実際に今日はカミックニコやってほしいな。おお おおおあのだ台本書いてきましたんで台本を本とサベンの台本じゃないですよね土ベ弁でサベンでやってもらってもいいけど絶対無理無理無理セリちゃん実はですね監督が皆様へサプライズということで来場者特典として1月にお配りしていましたセリザ本があのあったかと思います皆様あの入手されてる方も何かいらっしゃるかと思いますがこちらの一部抜粋を監督と上木さんで実演をしていただくそうですねあのまあ セリザーとソータの出会いのところ、ごく短いシーンなんですけれども、セリザボンっていうとなんかちょっと同人誌っぽい感じですね。<laughs> まあセリザ本限りなく同人誌と言われてるんですけど、ちょっとねソータとセリザーが初めて出会ったところを、はい、あのまあ。 小説の文章と芹澤の声を上蜜君にやっていただいてータのそれもちょっとだけあるんで今日は僭越ながら僕がほっくんに成り代わり軽くちょっそこだけお相手させていただきという形でちょっとまだ僕らもやったことないのでそうですねちょっと試しにいってみましょうか芹澤の言葉から短いワンシーンなんですけど上蜜君何とぞよろしくお願いします。 俺が宗形蒼太と出会ったのは春教育心理学のゼミの初日だったなああんたさ教育実習もその論議で行くのえああ髪切らないとまずいのか素朴に驚いたような口調で爽快されて俺は思わず笑ってしまった金髪ピアスの俺のことを突っ込ませるための冗談だったのに に気真面目なやつだまあ悪目立ちはするだろうなまその時は一緒に着るかそうだな頼むよ俺は宗像壮太よろしく芹沢智也お互い呼び捨てでいこうぜ不思議と躊躇なくそいつの大きな手を握りながら俺は実のところちょっと感動して俺は実のところちょっと感激していた ようやくできた大学での初めての友達が颯太だったありがとう分かんないですよ僕いやい声優さんじゃないから維持できるとかっていう技術がないからいやいやでも皆さん今ね映画見終わったあとだから芹ワでしたもんね感じましたねねね大丈夫でしたすごく素敵でした久しぶりにの 映画にない生のセリフを聞けて僕が一番幸せでしたで、ね、いや大丈夫でしたかね,いやあのねもう一回聞きたいぐらいですけ、ね、ど <laughs> <laughs> いや改めましてお二人に拍手をお願いいたしますいやどうもありがとうございましたありがとうございますありがとうかみっくんいやいや,いや嬉しいですよもう無理お願いしちゃってほんでもございません全然僕でよければままたちょっとね何かの機会でまた欲しいな <laughs> あもちろんもちろん <laughs> ありがとうございました はい、ありがとうございます、うん、まあそんなわけで、えーまあ、芹ワに、ね、関していろいろとお話をさせていただきましたけど神木さんはフレコをされた時は、はい、えときはと他のキャストの皆さんとかかともご一緒だったんでしょうか、はい、原さん主に、はい、ご一緒で、うん、途中、深津さんがいらっしゃいまして、うん、まあ僕は、えー、2日間原さんの隣で、うん、あの声を当てさせていただいてたんですけども、うん、いやすごいですね。原さんの 覚えて本当に透明感というかあんなにこう、うん、ストレートに耳に声が入ってくる方しかもすごくクリアーに聞こえる方、ね、いいららっしゃらないでですすよねね、うん、そうですね僕もあ彼女がいてくれてよかったなっていう本当にこうアフレコやってるにもうそのことばっかり思ってました、うん、いなかったとしたらどうしてたんだろうってね自分でも怖い,いすごい素敵な。うん 結構最強の声の持ち主の方だなってこう隣であの声をやってたんですけどもで途中、まっちゃんが見学にがねそう会いに来てくれてまっちゃんって呼ぶんです監督は最近、ッ斗君です。 そうですよねその2人の関係性もあのホリックでご一緒してたじゃないですかそれもあって壮タと芹澤っていう,こう関係性としても2人はとてもいいなと思ったのも一、ね、なのでだから壮タの声を本当に聞かなくともその台本の文字を見るだけであ抹茶の声こうだからなっていうのでうん、うん、なんとなく分かっているし、うん、やっぱり今監督がおっしゃられたみたくあの 仲良くああそうたがっていう時も、うん、こうすごく想像しやすい、はい、実際の距離感っていうような感じがして、うん、なんかこう名前を呼んだりするのがすごく、うん、ななんて言うんでしょうねもうパンって出る、うん、そう映画の中では実際2人の芝居がないもんねそうなんですよね会ってないから映画の中ではそうなんですよ、うん、でもまあ友達としてそうた、んうん、の友達として芹沢の空気を出して。 見事にやってくれたなと思いました。あと、鼻歌、鼻歌というか <laughs>、たくさん歌いましたよね。歌いましたよ。ね。僕だって。あれ。うん。なんか、十回ぐらい、一曲につき十回ぐらい歌た。歌いだ,だいぶ意外。<laughs> 意外に何度も何度も抵抗を重ねさせていただいて。<laughs> はい。そう,そうですね。そうだから、あの、喧嘩をやめてとか。はい。くん。原曲知ってた。 知らなかったでしょうレーズは思うんですけどそこの曖昧な感じの距離感がよくて <laughs> <う>曖昧でしたから <laughs> そう曖昧、えっと、っえ音程の取り方も、えっと、あの曖昧ででもそれをこう完璧にしてもらうと違うと思ったんですよね芹沢、うん、ってやっぱり世代じゃないからの曲のでもまあ曲のことはまあ知ってはいてうん、うん、でも自分が大好きな曲 ではないと思ったんですよ。で、それをね、こう玉木と雀のシチュエーションに応じて。喧嘩やめてをかけてるから、うんうん、こう、あの辺の、こう、微妙な。知ってなさそうな感じがね。そうですね。喧嘩ってやったら、喧嘩をやめてって、出てきたみたいな。ああ、そうなんだっていう感じで。うんうん、そうなんです。知ってる、知ってる、みたいな感じで、かけたり、してる雰囲気でしょ、ね、うん。そう、そのニュアンスを。でも、残したくて。あんまりうまく、うまくい、いきすぎない。 ためにもでも抵抗を重ねるみたいな、ね、そうですね。もと、うん、もう監督が声あのまあ僕らが多分はい、原さんも、はい、まあねレギュラーの方々話したと思んですけど、うん、映画はじ撮る前に監督の声が入ってあの映像があるんですけど、その時にはもう監督が歌ってましたから。そうん、<laughs> そうでしたそうです。で僕が監督のその歌声を、はいはい、その向け聞いていいですか？<laughs> <laughs> 聞いてわ、えー、かりましたはい。

このニヤで歌ってたからニヤだなとかいろいろやりましたもん、ねはい。そうやりましたね。はい。ニヤニヤにしたり、まあ映画本編では使わないところまでこうね、ちょっと長めに歌ってもらってたとかね。はい。はい、<れ>やってましたね。あれはもう完全に僕はカダオ神んとカラオケに遊びに来た気分楽しく仕事してました、ね、<laughs> はい。 じゃその鼻歌の部分も監督かも最初から仕込みででいらっっしゃたそうすね歌詞になる部分と鼻歌になる部分というのは一応、もうコンテの段階で切り替えられてますそそううですねなんあの次に質問コーナーに行くんですけどそこのコーナーの質問でちゃんとあったんですが神木さんの鼻歌はアドリブなんですかっていう監督からの依頼なんですかっていうご質問をいただいてたんです。答えは

本当にいや素晴らしいよかったって思うと同時にでもなんかでもやっぱりあのもちろん作品としてすごく素晴らしいなってエンターテインメントとしてもすごく素晴らしいなっていう思う反面、うん、やっぱりでもこの作品っていろんな思いが詰まってると思うし、はい、その見る方によっても,もちろん一人一人その、うん 思う気持ちっていうのが、うん、あのね一人一人抱える、はい、一人一人思うことって別々だと思うんですよ。はいはい、であのなんかそういう僕はそうだな,なんかうんまあちょっと怖いところもありましたしなんかまあ 僕はその時東京には、はい、東京にい,、うん、いたんですけど高校の時は、はい、なんかこうテレビで見た光景だったりだとか、はい、自分が今立ってる場所で建物めちゃくちゃ揺れたりする風景とか、はいはい、なんかいろいろ一瞬ああそうだよなって、うん、それに対しても何かこう思い出して思うこともあれば、うん、だけど何かこう 映画見ててうん多分これは僕はこうやって喋ってるんですけど、はい、多分永遠に明確な多分その感想って出ない作品だなと思いますし何年後何十年後って時をたって見て感想も多分それぞれ思うことも見るところも感じることも違うでしょうし、うんはい、ただでも僕は。 これは絶対に未来、うん、絶対に引き継がれていかなきゃいけない、はい、残されていかなければいけない残していかなければいけない作品だし、うん、大きなメッセージだなっていうのをすごく思いましたし嬉しいですそれはなんかこう今愛おしいと思うなんかこう感情っていうのをなんかより大事に、うんうん してていいいきたいなっうんか僕、まあ、ここのところずっと海外行っていて、うん、海外お客さん今と同じように映画を見終わった後のお客さんの前に来ると「うん、お客さんすごい楽しいもの見た」ってこう、うん、もうウキウキしててすごいテンションが高いんだけど面白かったですって言って、うんうん、でも最初の舞台挨拶って僕 見終わった後まずその東日本大震災のことを覚えていらっしゃる方いますかっていう話から始めるんですよね、うん、そうすると会場のまあ4分の1から3分の1ぐらいの方が覚えているよっていう方がいらっしゃったりしてでその時はいろんなシーンありがとうございましたって話をしたりするんですけどそこからこの映画の中で描かれるいくつかの風景は実際に12年前の日本にあったんですって話をしていくんですよあの建物の上に船が乗っていたあの風景もあったんですっていうとみんながすごく 信じられないいってううようなな真剣な顔でずっとこう真面目に話を聞いてくれるんですよねでそれを知っていただけることがすごく嬉しいなというふうに思うし、うん、でああいうこう12年前の災害って僕たちだけの出来事だったような気もしているけどでも海外行くと例えば2008年の四川大地震っていうのがあって20万人以上の方が亡くなったのかな本当に大きな地震だったんだけど四川の地震の被災者ですっていう方も来てくださったりして、うん、でも。 映画を見て、こう、まあ、力をもらいたいみたいなことを言ってくださったりするんですよね。うん、なので、まず、この映画って、こうね、国内の方に。まず、見て、何かを感じてほしいと思って作ったんだけど、それが。ちゃんと、この外側にも、少しずつ行ってるのが、うん、あの。この数ヶ月で、一番幸せなことだったなって思ったりしますね。うん,う,んうん。はい。ありがとうございます。